コムゾーです。今日は息子が中学生の時に所属していた野球チームの OB 戦を見に久しぶりにエストレアに乗って出かけます。3週間ぶりにエンジンをかけましたが、会長です。 OB 戦は3年ぶりの開催、卒団以来初めて顔を出します。息子の同級生たちも参加するので、みんなの顔を見るのも楽しみです。息子も大学で野球することも決まったし、元チームメートの進路もほぼ決まりました。息子は来年1月中旬から野球部の寮に入ります。長男も今年9月から一人暮らしです。もうすぐで夫婦2人の生活が始まります。役職定年で給料も7割になってしまって、今後の生活もとっても不安です。頑張ってる尺八も YouTube も生活費の足しには全くなりません。動画編集は結構喜ばれて、発表会や行事の、ブルーレイや、DVD は、少しだけお立ちをいただきます。で、 YouTube の運営をお願いされたりもします。機材、撮影、編集、ダビング、大幅な赤字ですが、自分の力でお金を得ることができる、とても嬉しいし励みにもなります。会社で、大きな仕事が取れた時や昇進した時とはまた違った嬉しさがあります。60歳の定年までにはなんとか自分の力で食べられるようにしたいと思います。大学の野球部の新入部員は甲子園常連校だったり、地元で割と有名な選手もいて、夏の地方大会1回戦負けで最後内打で出ただけの息子は相当な努力をしないとついていけないと思います。本人もきっと分かってるだろうが、進む決断をした息子には頭が下がります。お父さんならすぐ諦めてしまいそうなのに、その意欲はどこから出るのだろうか。親としては応援するしかありません。というか、まだまだ稼がないといけません。大学に行ける学力はありませんが、進学できるのも野球のおかげです。大学4年間野球を続ければ得られるものもきっと多いはずです。とにかく本人も親も頑張るしかありません。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。